これはソコホーリュースです。これは900リュースです。今日は日本時間6月20日です。ミイカだ。大学の知人によりますと、大学が物騒なことになってた部活動の21時前この遠くからサイレンが聞こえてきたと思ったら、研究車両が集結してきた。場所は総合教育等周辺。僕が見ただけで消防車、はしご車、救急車隊と含む10台以上と救急車、パトカー数台がいた。何かわからないけど心配、負傷者が出ないことを祈ります。消火栓からホースで水汲んでぬほか火事の可能性がありそう。心配な学生さんがいっぱい出てたけど、近づきすぎないように気をつけてください。第二の知事に言いますと、新潟大学の生命環境等の保護会で火災消防車が駆けつけの騒ぎになりました。現在は火は消し止められています。このことについて新潟市消防情報公式サイトにより6月19日20時36分後の西区伊賀那にの町付近で火災のため出動しました。今まで2時6年や怪我人の情報は入っていないです。